シャモン TV 始めます、今回は前回の続きということで、宗教者、まあ、過去人類が共産主義を容認してはいけないわけにということで、まあ、これ今回はね、まあ、マルクスさんっていうどんな人なんだと、まあ、共産主義の、ね、きっかけとなったあの人は、うん、でね、まあカール・マルクスっていうドイツの人なんだけど、1818年から1883年まで、まあ、生きていた人だと。でこの人の名言、これね、全ての宗教者を敵に回すような発言なんですよ。これ見て、これ宗教は大衆のアヘンだと言ったわけですよ。はぁと、何を言ったんだとね。まあいろんな宗教者いますよ。僕もそうだし、まあ、宗教が好きな人は多分おそらく感じていると思うんだけど、そもそもさ、宗教はね、全人類にあるわけということですよ。だっておかしいでしょ。例えばさ、あのいろんな、まあ、有名な仏教、キリスト教、イスラム教とかだったら分かるけど、そういったものがないどこぞやのアフリカの奥地の民族でもさ、何らかの宗教があるわけですよ。なんでかというと、宗教っていうのは人類、まあ、人間の道徳の礎になっている。例えばさ、なぜ人を殺しちゃいけないんだとか、なぜ嘘をついちゃいけないんだとか、そういったものってさ、まあ、確かにいけないよねってなんとなく僕たちは思っているんだけど、これっていうのはさ、神仏が見てるから、こういうふうに捉えていかなければ、人間の道徳観念っていうのは伝えることができないわけですよ。だって別に誰も見てなかったら嘘をついたって、例えば、まあ、簡単なところで言ったら赤信号を渡ったところでね、別にええやんっていうね話になってきちゃうけど、そこに歯止めを効かしている装置は何かっていうと、道徳観、宗教観なわけだから、宗教っていうのがあると、まあ、正しく生きようとするわけですよ。そうすると人間の暮らしが、豊かな心を持つことができ、そしてそこを礎にして文化や芸術が生まれてくると。例えば絵だとか音楽だとか、うん、だって絵や音楽の一番最初のきっかけって何から始まってるか、大体どこでもそうだけど、神仏に会いたいというその思いから絵を描き、レオナルド・ダ・ヴィンチみたいなさ、ああいうのって最初神を描いてたわけでしょ。音楽だってそうじゃん、うん、ああいうのってなんだかんだ言って礎になるのは宗教の部分から始まっているわけですよ。まあまあそういう意味で、宗教っていうのがない世界っていうのはだいぶ危険だぞという話なんですよ。これは好き嫌い関わらず、これがもう人類の歩んできた普遍的なものだから。でマルクスをすごく崇拝している国の代表って言ったらやっぱ中国ですよ、ね、でさらに中国って言ったら、もともと仏教を信じているとか、儒教を信じているとか、そういったものがあったんだけど、この中国共産党というものができたのはいつかっていうと、1949年からできていますと、ね、でこの時から中国の国民は小学校の入学した時からこういうことを最初にこう教わるわけですよ。共産主義のために命を捧げ、マルクス・レーニン主義、毛沢東思想に一生涯を、貫くぞ、これを誓わされるわけですね。で、もうあたかもね、もうマルクス主義っていうのが、まあ、共産主義であり、もう憲法になり、そしてマルクスが神のような感じで崇められているのがまさに今の中国なんですよ、まあ、1949年からので。じゃあマルクスはどんな人やとね、これね、まあ最初裕福な家庭の敬虔なクリスチャンだったのよ。でね、17歳の時のマルクスの言葉としてこうですよ。もし信仰がなければ人類は道徳を持てず真理の追求も不可能だと、まっとうなこと言ってんのよ。でもそこから1年経つとね、どうしたマルクスみたいな状況になるんだけど、18歳の時ここですよ。キリスト教の戒律、まあまあ向こうはねキリスト教の国だから、ドイツ、うん、キリスト教の戒律が束縛だと感じて解放を求めたと、暮らしのね。でなんと
サタン教徒になったらしいんだよ。サタン教徒ってなんかね、我々からしてみるとなんかピンとこないけど、なんかね、あの逆十字とかさ、黒ミサとかさ、まあ無神論とかね、まあこういったなんかそういうね、サタン教っていうのがあるんだって。まあサタニストとかも言う、とも言うんだけど、こういう風になったんだって。だから要は宗教がもう人生の中でもう邪魔なものでしかないみたいな感じになっちゃったの。で、当時このマルクスがさ、自分のことをね、書いたし、まあサタニストになった後の詩なんだけどね、こうだよ。地獄の木が舞い上がってやがて私の脳を充満した。私は気が狂い、心が完全に変わった。この剣を見たか。闇の大勇王がそれを私に売った。私のために彼は表紙を取り合図をする。私の死の舞もますます大胆になる。なんか悪魔となんかの契約したんかみたいな感じの風になっちゃってるんだよね、この1年でわずか、うん、でさ、彼はね19歳の時に父親に手紙を出してるわけですよ。何が書いてるかっていうとね、こういう風なんだよ。私は脱皮した。聖なる主が私の体を離れ、新たな主が宿った。私は真の凶暴に占有された。私はこの凶暴な魂を鎮めることができない。でお父さんに手紙を出してるんだ。もうやばいっしょ、やばいっしょ、何が入ったんだマルクスと、お前の体に何入ったんだみたいな感じになって。でね、マルクスさんっていうのは結構やっぱね、こんだけ世界でも有名になるぐらい、まあ、ある意味本当天才なのよ。あのすごい頭がいい人で、頭はいいんだけど変な方向に行ってしまった人なんだけど、このね劇曲オーラネムっていうのをね、まあこういったことを作ることもできるような人だったみたいで、この彼が作ったそのオーラネムっていう、まあ、曲なのかな、劇なのか、なんかそういうので、そのセリフの中にもこういう言葉がある、若き我が腕に力が満ち溢れる。凶暴な勢いで君たち人類を掴んで、そして壊す。暗闇の中、底なし地獄は我々に口を開いた。あなたが落ちて、私は笑ってついていく。そしてあなたの耳元で下で会おうとつぶやく。なんか怖って感じじゃない？なんかこうすごいさ、人類をもうものすごいあかん方向に持っていこうみたいな、そういう意思を感じる。まあこの当時は宗教に対してものすごく怒ってるような感じだよね、うん、でこういうふうにもね書いてんのよ、このオーラネムでね。滅亡滅亡、私の時間が訪れた。時計が止まり、建物も崩れる。私は永久を手に入れ、生命の叫びとともに全人類に呪いをかける。これはさ、もう宗教とか社会に対するね、怒りやさ、不満、憎悪、もう爆発してるよね。この人大丈夫って感じになるけど、でこっからマルクスはまだ若いからね、こっから共産主義という考え方を手に入れるようになるんだけど、そもそもベースにこんなもんあるから、もうマルクス怖えわみたいな感じでありますと。じゃあどのようにこの後マルクスが変遷していったのか、ここをお話ししたいと思います。続きは後ほど。ありがとうございました。